はい、ゆめです。こんにちは。どうもどうも。はい、これね、ちょっと皆さんからちょっと質問をいただいているので、今日お答えしたいと思います。あの、ランドのね、ザ・ヴィランズ・ロッキンで始まった夕方のヴィランズのパレードで、ヴィランズの手下が登場してます。で、この手下、やっぱりね、みんなやっぱざわついてて、ね、僕もびっくりでしたし、で、やっぱり人気ありますよね。でね、これ、なんで手下って人気やんのみんなざわざわしてるのっていうふうに、 ののことを知らないい人も結構今いるので,でそもそもなんで手下って、うん、どういうキャラなの何で人気があるの最近入りのなんかツイステと何が違うのみたいなねそういうふうにね思った方もいると思うのでなんで手下が人気があるのかでそしてあのなんかね荒れるとかマナーが悪くなるっていう心配する方もいるのはどうしてかあとはまあツイステとの関係とかですね その辺、手下、何のことか分かんない人にもね、分かりやすく説明したいと思います。はい、僕はですね、これ、同人とかそういうね、いわゆるコスプレとかね、そういうアニメ漫画ゲームも好きだし、あとディズニーも好きで、両方好きなので、両方の分野にも結構理解はある方だと思ってますので、はい、こんな僕がですね、分かりやすくお伝えしたいと思います。はい、手下。えっとですね、まあ、正式にはね、ヴィランズの手下ですよね。 でディズニーキャラクターに出てくるあの悪役のことヴィランズって言うんですけどもまあそれにまあ手下がいるっていうまあそういう設定のまあキャラクターなのかな、はい、なんですよね。で元々はですね東京ディズニーシーで生まれたキャラクターです。であのディズニーシーのハロウィンでヴィランズワールドってありましたよね。 2015年から4年間続いたんですよ。2015、16、17、18って4年間そのヴィランズが主役のヴィランズワールドっていうそういうハロウィンのイベントがあったんですけどそこで登場した、まあ、キャラクターです。でこれですねメインでこの10人の手下がいてそれにプラスアルファでなんか周りのガイアの 司会者とかね、そういうちょっと、あの、早役のキャラがいるんですけど、まあ、メインは、その手下10人ですね。その10人が主役です。で、これですね、あの東京ディズニーシーのハロウィンイベント用に創作された完全オリジナルキャラクターなんですね。なので、これ東京ディズニーリゾート、しかも東京ディズニーシー以外では、これ登場しないんですよ。で、 かつですね、このハロウィンのイベントの期間しか登場しないっていうそういうイベントキャラクターなんですねなのでうんかあのー、普通にポッとキャラができてなんかダッフィーみたいにねその通年一年中いるとかねそういう風ではないんですよあくまでも C のハロウィンのヴィランズが主役の時にだけ、まあ、登場する東京ディズニーシーのこしらえた イベントのキャラなんですよねで。よく似てるのがツイステ、いわゆるスイステ・ワンダーランドですね。ツイステと似てるんですけども、これ何が違うかというと、ツイステっていうのは、このディズニーランドやシーかパーク関係なく、日本のディズニー本社が創作したヴィランズをモチーフとした学園が舞台のアドベンチャーゲームなんですよね。なので、 ハロウィンとか、そういう、まあ、季節は関係ないです。まあ、ちょっと違うんですけど、まあ、キングダムハースとかあるじゃないですか。ああいう感じで、いわゆるゲームですね。ただのゲームです。で、それで、この、ハロウィンの時期だけ登場とか、そういうことはないですね。なので、普通にサービスしてる、普通のゲームです。まあ、アニプレックスっていう会社が運営してて、で、日本のディズニーが、まあ、監修とか協力してるって感じですよね。<laughs> で、 それはそのゲームの、ね、いわゆるキャラクターなので一年中いるしまあ,あのパークに限らず普通にのねキャラとしているのでだからディズニーストアに今、まあ、グッズを売っ,売ってたりするしディズニー公式キャラなんですよね。はい、なのでい分かりましたかなんで手下っていうのはハロウィンの時期だけに登場するディズニーシーオリジナルのイベント盛り上げキャラクターなんですね。 はい。で、そこまでは、まあ、理解、あの、できたかと思います。で、今言った通りですね、あの、初めはね、東京ディズニーシー限定で、で、初登場は2015年のハロウィンでした。で、その2015年のハロウィンの時は、あの、ね、ヴィランズワールドって言ってヴィランズ主役でしたので、そこで初めて、この、東京ディズニーリゾートでは初登場したんですよね。2015年です。で、手下ってじゃあ何なのかっていうと、 ま、フック船長の手下にミスタースミンとかいるじゃないですか。あの、ガストの手下にルーフとかいますけど、それとはちょっと違うんですよね。で、今回そのディズニーシーとか、あのディズニーリゾートがこしらえた手下っていうのは何かというと、このディズニーキャラクターのヴィランズ、悪役をご主人様っていう風に、そういう設定で、で、そのご主人、マスターって言うんですけど、マスターに使えてる手下ってことで、 で彼らたちはですねこの人間をヴィランズの世界に誘い込んで勧誘するっていうそういうリクルーティング活動をしててるっいいう、まあ、そういうそ設定な,んですよ、ね、なのでマスターからそういう命を受けて人間界に降臨してこのディズニーシーのウォーターフロントパークで人間をリクルートスカウトしてヴィランズの世界に引き込みに来てるっていうそういうまあリクルーターなんですよね。 で、10人いるんですけど、これ面白いのがですね、これ男女比半々なんですよ。男5人、女5人いるんですよね。でこれ面白いのがね、この主人、マスターヴィランズね、マスター主人。マスターヴィランズが男性キャラの場合は女性の姿で、でマスターヴィランズが女性の場合は男性キャラなんですよ。で、10人ちょっと軽く紹介していくとですね、なんで男5人、 女5人、男性5人、人女性性いますで男性はですね、まず、アースラーをマスターとしているエイトフットの女王。で、女性ですよね。なので、手下は男性ね。で、ハートの女王をマスターにしているのが、ジャック・ハートって言います。で、主題姫のクイーンですね、ウィッグ・ド・クイーン。あのクイーンをマスターにしているのが、アップル・ポイズン。で、マルフィセントをマスターにしているのが、マルフィー。 で、クルエラをマスターにしてるのが、<coughs> ミスター・ダルメシアンっていう、そういうキャラがいます。なので、男性の手下は5人ですね。で、女性の手下はですね、やっぱ5人いて、まず、ライオンキングのスカーをマスターにしてるのが、プリティ・スカーっていう女性でした。で、ピーター・パンのフック船長をマスターにしてるのが、ホック。で、ヘラクレスのハデスをマスターにしてるのが、ミス・ハーです。 で、アラジンのジャファーを手下にしてる、あの、マスターにしてるのがファージャ。で、ノートルダムの鐘のフロローをマスターにしてるのがベール。で、この5人の手下がいます。なので、男性5人、女性5人の計10人の手下がいます。で、この手下は何やるかというと、2015年はですね、この10人が交代交代で、 C のアメリカンウォーターフロントパークのあの失礼あのアメリカンウォーターフロントの,あのウォーターフロントパークっていう真ん中のあのタワディラの前の噴水がある公園ねあの公園に一日数回出没して寸劇をしていましたまあなのでアトモスフィアですよねいわゆるあの当時ってコロナ前だからそういう寸劇やったりするアトモスフィアたくさんいましたよねで の時間とかが言えなくて、ふらふらっと突然現れて、寸劇して帰っていくっていう、そういうアトモスフィアをやってたんですけども、まあ、半分ショーみたいなもんですよね。で、それを一日数回やってました。で、これがね、人気爆発だったんですよ。すごかった。もうみんな地蔵って言って、ウォーターフォントパークにみんながね、こう、数時間前からずっと見て待ってんですよ。でね、これ、 この手下のこの寸劇が受けた理由なんですけどこの設定ねこの手下がなんでみんなに受けたかっていうとあのねまず5つぐらいあるのかな4つかなまずですねこのキャラ設定と性格がものすごいしっかりしててなんかね2.5次元舞台のような雰囲気があったんですね。 で、この10人ね、ただ擬人化して、あの、手下でーすだけじゃなくって、みんなこれ性格が面白いんですよ。一人一人バラッバラの性格しててね。例えばね、あの、今パレードに出てるマルフィーって言うんですけど、マルフィーは、まあ、ナルシストで、自分美しいみたいなね、そういうナルシスト設定だったり、あとは今のパレードにいませんけど、あの、ジャックハートって言って、あの、ハートの女王をモチーフにですね。あの、ジャックハートはね、なんか、ね、 チャラ女なんですよなんか女の女好きみたいなね、そういうチャラチャラチャラ,チャラい系なんですよ。ホストっぽいんですよ。チャラ系なんですよね。で、あの、今パレードに出てるあのミスター・ダルメッシアンっていうんですけど、ダルメッシアンは性格がね、犬っぽいんですよ。やっぱ元が犬だからね。と犬っぽかったり、あとあのエイト、エイトフットの女王ね、エイトフットがすっごい似てるんですけど、エイトフットはね、怒りっぽくて、キレキャラとかですね、そういう風にみんながね、一人一人で性格がバラバラなんですよね。 で、その設定とか性格に基づいて寸劇やるから、これがね、面白いんですよ。で、特に女性に人気がありました。で、女性に何人人気があったかなんですけども、男性5人、女性5人だったら、男女どっちも受けてもいいじゃないですか。ところがね、圧倒的に女性にこれ刺さったんですね。でもなんでかというと、まず女性はですね、こういう、 2.5次元舞台とかがすごい好きなんですよね。まあ最近有名なとこだとね、刀剣乱舞ミュージカルとか、ちょっと古いのとねあの、テニスの王様ミュージカル、テニミューとかあるじゃないですか。ですぐ何でも舞台化ぶっちゃけするでしょ、最近だと。まあ例えばね、東京リベンジャーズの舞台になるし、あとはアンサンブルスターズとかね、あのヒムプリズムとかね、あのいわゆるね、 二次元で流行ったものはすぐまあぶっちゃけ具体化するんですよで、それって圧倒的に。まあ女性向けタイトルが多いんですよね。お客様も女性多いでしょ。でまあ、なんで。じゃあ2.5次元は女性がね。好き女性がなんで2.5次元好きになるかなんですけども。まあ女性はですね。なんかこの男同士の友情とかですね。関係性とかですね。 カップリングとかです、ね、まあそういう妄想がすごい好きなんですよね。で、あと、あの女性客っていうのは、中の演者さんとか役者さんのストライクゾーンが広いんですよ。まあどういうことかっていうと、男性ってね、すごいあの合格不合格の厳しいんですよね。いわゆる若くてかわいい子じゃないとダメだみたいな風になって、なんかね、二十歳超えるとババアとかね、そんなひどい。 こといいいう人もいるぐらいなんですよねだから「ラブライブ!」とか「アイドルマスター」とかああいう女の子向けのすれああいう女の子が出てくるアイドルああいうのがですね2.5次元になることはないんですねまあ絶対ないと言えないんですけれどもなっても激沈で外すんですよで「セーラームーン」なんかも舞台になってもやっぱり見に行くのはやっぱり女性でしょだから 女性はなんかね、そういう2.5次元化されたりね、役者になった時にですね、ストライクが広くてですね、あの、特にね、手下なんかそうですけども、多少ね、25、30、35ぐらいのおっさんでもですね、オッケーっていうふうにね、女性はね、結構そのストライクが広くて、そういうね、演者さんがね、おっさんでもね、結構ファンになってくれるんですよね。なので、女性は2.5次元の舞台が好きなんですよ。だから、 その設定とかそういうのをパークに持ってきたもんだから、だから当時ブレイクしたんですよね。で、次にですね、2015年にこの手下がブレイクした理由二つ目はですね、これ当時すごい珍しくって、中の人の役者、アクター、キャストの入れ替えが当時なかったんですよ。あのね、ダブルキャストではなかったんですね。これは当時大変珍しくて、 まあ通常ですね、ショーとかのね、MC キャラクター、喋ったりするキャラってね、ダブルキャストが通例なんですよね。なので、パークのショーなんか、例えば、ファシュナルイースターなんかもね、デザイナーっていう風にしゃべるキャラクター、ね MC キャラいましたけど、やっぱりローテーションっていうか、あれ、日によって、前見た人と違うとかありましたよね。で、同じように、まあちょっと不倫ですけども、 ミッキーーのドリームカンパニーなんかもねあのマーガレットって言ってダブルキャストだったしまあミモリンねミモリンがねやってたしあとまあさらに古くはねディズニーシーでやってたオーバーザーウェーブなんかでもトニオとマリアって言ってやっぱりキャラ違ってましたよねまああとは15周年のクリスタルウィス・ジャーニーなんかでもクリスタルブルーとかねそういう人たちってやっぱり変わってましたよね なので、こういうのってね、ダブルキャストが通例なんですけど、当時2015年の手下ぐりは、それがなかったんですよね。だから、いないときは出ないんですよ、お休みで。で、それもすごく珍しかった。それが二つ目ですね。当時流行った理由二つ目。で、三つ目がですね、この手下を演じる役者さんがですね、なんか2.5次元の舞台俳優とか、 通常ダンサーを務めてた人だったりがし、ね、中の人がいてすごいその人たちがやっぱ魅力的だったんですよね。で2.5次元の舞台俳優なんかもともとファンがいたもんだからそういう人たちが今回手下やってるっていうことで話題になってそういう人らにも刺さったのがまあ3つ目ですね。で4つ目がですねこれディズニーのショーとかグリーティングでは珍しいことで。 これも僕はねでかいなと思ってます。なんかねゲストがね物を持ってると日本語でいじってくるんですけど当然日本人だからねそれがわかるんですよね。で設定的にもですね,このねあのマリフセント様に使える私はマルフィーでとかっていうふうにそのディズニーの世界観とかディズニーの中のそのキャラクターがそうやって日本語で話をしてくれるってことは なないいのででこれもやっっぱりねねかかったなと思います、ね、だから日本人なので顔もとかも分かってくれるから結構ねいじってくるんですよゲストのことをね。でそういう意味で4つの要素もともと女性は2.5次元舞台が好きで中の人の入れ替えがないで中の人がもともとの舞台俳優さんとかが多かったで日本語で。 キャラなのにまあそういうところが要素が合わさってで当時ね2015年もう人気爆発でウォーターフロントパークのところにねすごい長時間居座るゲストが退去してもう本当にね通行困難になるぐらいすごい流行ったんですねでこれがですね2015161718とウォーターフロントパークのそういう 寸劇やる、まあ、アトモスフィアですよね。ショーではない。アトモスフィアは、これ、ビアンズワールドでやって4年間続いてました。続きました。でですね、その2015年、特に初年度がすごくって、初年度がですね、実はこれね、キャラクターダイニングもあったんですよ。キャラ台。まあ、アトモスになるのかなキャラ台になるのか、ちょっと中間なんですけど、このウォーターフロントパークにですね、 アメリカンモーターフロントのですね、今、独裁ダイナーって言われてるレストランあるじゃないですか。あれがですね、当時2015年は、セーリングデイビュッフェって言って、クリパレみたいなビュッフェだったんですよね。で、そのビュッフェにですね、今言った手下10人が、なんとご飯食べてると、挨拶に来るんですよ。だから、すごい至近距離でね、話ができるんですね。これも今思うとありえないですよね。 でこれがですねすごくって僕も覚えてるんですけど初年度9月の上旬ぐらいにちょっと行ってみようかなと思ってこのセーリングにですねちょっとふらふらっと予約なしで行ってみたらまあ30分待ちぐらいだったんですよ。でうわーこれありえないでしょで、ね、あの <laughs> 30分待つのか嫌だなこんな平日で、ね、30分か今日なんでかななんか振り返りかなと思って。 まあね、ちょっとね、間を空けば、15分ぐらいで入れる日もあるだろうと思って、30分なら待つにやだなと思って、当時ね、見送ったんですよ。今思,い今思えば行けなかったね。で、翌週行ったら1時間待ちになってて、あれでん <laughs> で、翌週行ったら2時間待ち、3時間待ち、えええ,えで、10月の下旬ぐらいがね、6時間待ちぐらいになって、で、なんと、最終日はですね、もう、 パーク開演直後にみんなが猛ダッシュで走って、で、開演直後にですね、もう整理券配布終了で、もうね、パーク開演して10分で、もう今日は終了です、みたいな風になってしまうぐらい、最後の最後は、すごい盛り上がってました。これだから僕行ってないんですよ。このセーリングので下のキャラクターダイニング、行きゃよかったなでね、今思うとありえないかもしれませんけど、 これ当時のシーではですね、このコロナになる前は、このレストランにですね、エンジャーとかね、アトモス系を出すのは、結構,結構これ普通だったんですよね。このいわゆるね、ディズニーキャラクターじゃなくって、いわゆるアトモスフィアですよね。なんか、例えばね、このカスワフードコートにですね、シャバーンみたいなマジシャン出したりとか、あとは、この ビランズのイベントやる前にスケルトンをフィーチャーしたハロウィンイベントがあってその時はユカタンにですねスケルトンキャラクターをユカタンに出したりとかですねあとはこのイベントの後にですね今度海賊のねパイレール様の時にはミニルスに海賊を出したりとかですねそういうこのお顔の出てるそういう演者をですねレストランにふらふらっと出すっていうのは ディズニー,シーは結構やってましたなので運営もそのノリで2015年はこれ出したんでしょうねこの手下をね同じノリでそしたらもうこれがですねもう本当にさっき言った理由で大ブレイクしてしまってでウォーターフロントパークのアトモスもそれから今言ったセーリングのキャラクターダイニングもやっぱもう人気出すぎて大混乱だったんですよね 大混乱した、まあ、理由なんですけども人気出すぎた理由ねでこれですねまあ手下はねさっき言った通り性格があってねこのマルフィーはこのナルシストとかですねダルメッシェは犬っぽいとかねジャックハートは女好きとかですねそういう風にキャラクターがもう極端なぐらい思いっきりキャラ立ちがすごかったっていうのとあとさっき言ったその 設定とかね関係性とかカップリングとかねそういうのってやっぱ同人系のやっぱねあのものが好きな人ってやっぱそういうの好きなんですよねなんかカップリングとか妄想したりとかね BL 妄想したりとかねでそういう同人系のファンがこの手下にまんまと食いついたっていうのと、まあ、さっき言ったその手下を演じる役者さんのファンがまあねこの手下に気がついたっていうのとあともともとその 2.5次元舞台が好きな人にまあ刺さったっていうことで、まあ、結局ですねそこで普段パークに来ない客層の女の子たちがまあ殺到してしまったんですよねでしかも写真もビデオも撮り放題でしょもうこれウハウハですよねこの普段ディズニーに来なくてこういう今言った同人好き役者好き2.5次元好きの人から見たらもうこれ神イベントですよね でそれでそういう人がうわーっともう来るもんだからそこで想定外のことが起きてしまったわけですよ。で、もともとですね、このミッキーとかミーのキャラクター好きでシェフミッキー行ったりとかもともとショーパレが好きでダンサーが好きな人とかっていうのはこのパークのルールって理解してますよね。だからパークの独自のローカルルールなんかもある程度理解した上で楽しんでるじゃないですか。 ところが今言った手下目当ての女の子たちっていうのはそういうパーク独自ルールパークの廊下のルールとかを知らないのでそうするとのパーーク独自のルール違反をすする手下ファンが多かったんですよ。まあ、例えばですねさっき言ったそのキャラクターダイニングセーリングのですねこの各テーブルを順番に手下が回ってご挨拶する。 それシェフミッキーとかホライズンなんか行ったら普通のことでしょでもそれがですね、この手下ファンの子たちっていうのはねの、ディズニーのルールわかってないから、いわゆるね、自分の席を立って、この手下たちを追いかけ回したりとかですね、まあそういうふうにまあやりたい放題だったらしいんですよね。これシェフミッキーに置き換え,えたらありえないじゃないですか。で、そういうですね、いつものルールが通用しないお客さんが手下のおかげでグーッと とこれあの増えちゃったんですよねなので手下ファンがね殺到するとパークが荒れるとかですねこの手下ファンはマナーが悪いって蔑視してる人が多いのはねそういうことなんですよ。いわゆるねこの中の人のファンとかねパークの負担のルールを知らなくってもう手下ってってだけでうわっと普段のこと知らないのにそれで我が物顔でドヤ顔で歩いてるのが嫌だみたいなやっぱねそういうその。 通常の常連とかディズニーファンが手下ファンをさて蔑視するようになったて、ね、うんまあうん気持ちもわからんでもない。で2015年ですねそんだけそう普段ねパークに来ない客層を呼ぶことに成功したんですけどもまあパーク内の風紀がまあ乱れたのもまあ事実なんですよね。で2015年だけじゃなくて でビランズワールドって2016年17年18年とこれ続いたんですけどじゃあこれね運営もじゃあもう懲りて手下,手下やめようぜって言って1年で終わるかなと思いきやなんと結局ですねこのビランズワールドがね20161718って続いたことによって結局ですね手下はずっと出てましたなので4年連続15161718と手下はですね ディズニーシーシに出てましたそのハロウィン中だけねでしかもですねなんかキャラが追加されたりして、ね、司会者が追加されたりしてなんかミスター V とかねミスターポライトとかですねあのミスビーラとかですねそういう風にさっき言ったメインの10人以外の外野のキャラも、まあ、増えていってなんかねもうあとアメフロだけじゃなくってエントランスインも少し出張でいたりして。 まあなんやかんやでですね、運営側もですね、手下にかなり頼ってましたよね。でただですね、さっき言った、セーリングのキャラクターダイニングはさすがに1年で終わりました。まあやっぱね、黒歴史だったんだろうね。であとはね、さっき言った、その、一人の役者が投資で出るっていうね、投資の出演はなくなって、2016年、2017年、1 8年は、普通のアトモスとか MC みたいに、 ダブルキャストで交代制になってましたね。で、初年度は一人の人がやりきって、で、2年目、3年目、4年目は入れ替えでしたので、で、大半の手下はですね、初代と、もしくは後から出た2代目、初代2代目でまあローテーションしてましたよね。で、ジャックハードとベールかなこれは初年度の人が引退しちゃって、おそらく、 代代目3代目で確か回ししてましたよねすみませんこの辺ちょっと僕ちょっと確認がまだ足りないんですけど多分そうだよねっていう感じでですねまあキャラによっては初代2代目あと3代目っていう風にあにいろんな中の人がいるんですよねいやーでもねこれ201718とかどん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 テスてやめないとのゲストが増えて最後すごかったんですけどまあこれ よく運営もやり続けましたよねもう手下ってそういう風にね、うん、仕切るの大変だからやめようぜってもう出すのやめようってう判断になってもおかしくなかったんですけどまあよく出し続けたなと思いますね。でねこれ年を重ねるごとにどん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 人気出てきてもう最終年最後はですねもう丸一日ウォーターフロントパークにいないと。 もうね、見れないっていうぐらいで、ちょっとそういう気合いの入った人だらけになっちゃって、ちょっともう最後の方は見れなかったですね、最後の年とかはね。なので、僕はちょっと敬遠してました、手下はちょっと。なので、ちょっと写真もビデオも残ってないんですよね。まあ、とにかくね、異様な盛り上がりを見せてました、当時。はい、これが手下の説明ですね。なので、まあ、 手下だけを総評すると、今言った2015、16、17、18のこの4年間に関しての手下を総評するととにかくさっき言った2.5次元系が好きな人とかそのカップリングが好きな人とか妄想好きな人とかですね、まあ、そういう人がぐっと増えてでかつ熱狂的なファンが本当多かったですね。で普段パークに来なないいようう客層をまあ呼び込めたっていう点で、 すごい評価できるんですけどまあいまだこれは手下はね賛否両論ですよねあとはね手下の功罪があってこの手下の成功がですねさっき紹介したツイステにつながってるっていうふうに僕は思ってますで僕もねツイステ初めて見た時にうわこれって手下やんっていうふうに正直思いました時系列で言うと 徹下4年間やってて大ブレイクしてでそれでツイステが出たって感じなんですよね。でツイステはさっき言った通りディズニーの公式のキャラクターとか作品なんですよね。で結局まあ東京ディズニーリゾートがこのヴィランズをまあ擬人化というかヴィランズの世界観でオリジナルキャラクターとかを作ってでそういう風にあにやるっていうそのヴィランズモチーフにした擬人化。擬人 ビランズモチーフにしたキャラが受けた刺さったっていうのを、まあ、そこを見て、まあね、参考にしてディズニー公式がそういうの好きなオタクの女の子向けにそういう派生作品をまあ提供するようになったんですよね。なので今のツイステができた、まあ、誕生の功罪というかチーズが生まれたきっかけになったんじゃないのかなっていうふうに思ってます。 でまあ、そういうふうにですねいろんな講罪というか賛否両論があったんですけども2018年を最後にディズニーシーから完全に消えてしまってで当時手下が好きだった人は手下良かったなあってことでこの4年間記憶を忘れていたんですけど今記憶からね忘れていたんですけどもまあさっき言った通りですね運営側もですね賛否両論っていうところは分かってたみたいで なんかですねこの20周年のね「シャーニング・ウィズ・ユー」っていうショーでディズニーシーのね20年間を振り返るっていうそういうショーがあってもなんかマニアックなみんな誰も覚えてないような小さなアトモスフィアなんかも映像で一瞬でパッとなんか振り返りシーンで出てたのにこの手下に関しては全く。 そのシャーニー・ウィズ・ユーなんかで映像とかがなかったんですよねで今 C でやってるハロウィン・タイム・ウィズ・ユーでもやっぱりハロウィンなのに手下は全く扱われてなくってで OLC ディズニーリゾート的に手下ってやっぱり黒歴史なのかなーっていうふうに思ってましたおそらくそうやって思ってた方も多いと思いますねで やっぱなんか、徹車ってなんか外伝とかね、外野的な感じだったんですよね。この当時のアメフロでもね。なんか、いわゆる世紀では扱えないみたいなね、謎のなんか、の公式じゃないんだよってそういう空気もあったもんだから、うん、それでなおさらですね、この20周年振り返り将棋も、うん、出したくないんだろうなっていうふうに思ってたら、 まさかの4年ぶりに復活ですよしかもランドのパレードで。でさっき言ったその外伝的な扱いって例えるとですねなんかコンサート会場とか野球場の外でですねメインキャストやメインの選手とは違ったなんかあの施設応援団なんかが勝手にやってるイベントみたいなねなんかそんな感じも空気もあったんですよね。でなんかそういうい ガイデンとかアウェイ的ななんかね、そういうこしらえたのキャラクターだったのに、それが今回、ランドのパレードではですね、このマスターって言われているヴィランズたちと同じフロートで登場してるじゃないですか。例えば、クレアが前にいたら、クレアの後ろにミスター・ダルミシアンがいたり、フック船長が前にいたら、その後ろに手下のホックがいたり、あと、白気目のクイーンの後ろに、 アップルポイズンがいたりしてこのディズニー公式のヴィランズたちと手下がこのセットになってるんですよねこれが胸厚でしかもこの工場とかですね性格も当時の設定のままじゃないですかでマルフィーなんかがねパーって登場した時に「エイトフット 久々の人間界悪くないじゃないかって言ってね、久々の人間界って、おお当時 C でその地蔵してた4年ぶりに帰ってきたから、久々の人間界って言って、要は C であの時やってた俺たち帰ってきたぜってあれそういうこと言ってるわけじゃないですか。胸厚ですよね。で、ね、しかも、僕スニークの初日見たんですけど、これはですね、全員が、 当時の演者だっったたんですよこれほんとびっくりしましまね当時の演者集めるんだと思って2018年に終わった賞だから1922年4年経ってるわけだからもしかしたらね役者へ引退してる人がね人もいるかもしれないしスケジュール都合つかないかもしれないじゃないですかなのに集めるだけ集めてよく揃えたなと思いましたね これ当時好きだった人は本当これ嬉しいと思いますよ。で、演者に関してはですね、2日目はですね、実はとはいえですね、マルフィーとエイトフットダップルポイズンはなんか見覚えがない人でしたので、まあこれ3代目ってことですよね。で、ダルメシアンは僕初代の人しか見てなくって、ダルメシアンはこのパークにいた2代目が出るのか、それともね、 また新しく新規で3代目が出るのかはちょっとわかんないですね。で、ホックはですね、1代目と2代目でこれ交代交代多分確定だと思いますね。まあわかんない。あの、ダブルキャスト、トリプルキャストになるかね、どうなるかわかんないし、もしかしたら、このタコ入れでね、あの、ハロウィンの後半は、じゃあこのヴィランズテストは引っ込めて、例えば、例えば で例えば、本当に例えばね、アップルポイズに引っ込めて、なんかジャックハートを出すとかですね、わかんないけど、そういう風うに手下の入れ替えなんかもあるかもしれませんよね。はい、なのでもうこれ本当楽しみですよね。めちゃめちゃ楽しみ増えました。あとはね、ちょっと心配してる人もやっぱいますよね。要は手下が登場っていうことで、当時その風紀が乱たれたパークのことよく覚えてたり、あとやっぱ手下そのものがね、やっぱ嫌いな人もいるので、 それはさっっき言った通りですねやっぱりみんな動機が不純っていうか別にディズニー好きじゃなくってただの役者好きな人もねパークに来てしまったのでなのでその手下も好きじゃないし手下のファンも嫌い嫌だっていう方も多分いますよね。で現に今回もねこの手下登場でパークがまた荒れるっていう風に心配してる人も結構多くて Twitter なんかでもみんなあのつぶやいてましたけど。 まあ僕はですね今回は通過型パレードなんでまあ多分大丈夫だと思いますなんかショーがあったりアトモスがあったりなんかキャラクター団員があったりとかそういう風ではないので通過パレードだったらまあ多分大丈夫でしょうあの年パスがあった頃のスプーキーブーとかですね停止があったもんだから停止のポジションとかすごかったじゃないですか まあああいう感じでですね、まあみんながいわゆる地をって言ってるショーが始まるまでの待つ時間がまあ長くなるぐらいじゃないですかね。まあそう考えるとあのトゥーンタウンとかですね、あとマンション前とかああいう人気のところはですね、まあかなり長時間みんな待つと思いますよ。例えば極論言うと朝ね、この始発で行ってでゲートの一番で待って 空いた瞬間にトゥーンタウンに行って17時半までひたすら待つとかですね。まあおそらくそういうゲストもこれから出てくると思います。まあそれは荒れるか、ね、荒れっていうかどうかなんですけども、まあそれ年スがある頃のお昼のパレードとかでは普通の景色でしたんで、まあそこは僕は許容できるかな。あとは それをね、荒れるとか荒れてるとか、やっぱ言うのは変えそうかなって思いますね。まあ、長時間理想がまたあの見るようになるなって、そんな感じかな。まあ、あとはね、今回、このね、夕方のね、このヴィランズ・ロッキーに登場したことによって、まあ、僕はいいことだなってやっぱ思いましたね。僕自身ですね、手下はね、実は好きでも嫌いでもどっちもないんですけども、 今回のヴィランズ・ロッキンで言うと、これ MC に当たりますよね。なんで、ポップンライブなんかでも MC いたじゃないですか。で、要はパレードにね、乗ってみんな手拍子とかもっともっととか、そういう煽る役目のキャラクターって別にこれいてもいいですよね。手下じゃなくって、いわゆる煽り系、オラオラもっとあの手拍子とか手上げてとかっていう風に、そういう煽り系の キャラクターーがパレードにに出せるよよううなったったていういいのはここれとですよねやっぱりまだ未だにねダンサーが、ね、出せないのでだから今回のねスプーキーブー見てもやっぱりダンサーいないんだじゃあ夕方のヴィランズだってダンサーなしでただヴィランズが乗っててお手振りして「はい終わりなんだろうな」と思ってたら「あみんなもっと!」って言ってそういう。 手拍子手しいって言って煽り系の MC キャラクターね MC のお兄ちゃんお姉ちゃんねあの MC の人たちが5人も乗ってるってまあそう考えたら普通にこれ嬉しくていいことですよねあとはこのスニー君の時の僕ビデオにねすごいこの手下ファン当時の手下ファンだった女の子たちのすごい黄色い歓声がキャーって「待って待って聞いてない聞いてない!いない」って感じですごい。 大興奮してる声が入ってるでしょであれってみんなすごい喜んでるじゃないですか。で人が喜んでるところを見るのって普通に見てる僕らも嬉しいですよね。だからああいう喜んでる人らにねこいつらうるせえなとかですねそういう冷や水ぶっかけるコメントがたまにあってもう本当にそれも人の心がない最低のやつだなと思うんですけど。 人が喜んでるとこを見るのは嬉しいので、うわ、嬉しいんだろうな、良かったねって、やっぱそういう子たちにはそういう声かけてあげたいですね、僕はね。あとは、今回撤収が出たことによって、パーク行こうっていう動機にもなりますよね。要はですね、最近のね、ランドやシーって、やっぱりエンターテインメントに関しては、ダンサーもいないから、 なないなこれなら一回行けばいいやって感じでうんあのわざわざねワンデーでチケット8,0009,000払って行くほどじゃないなこれだったらって思ってる人も今回手下見たらですねおこれはちょっと一回見に行こうかなっていうふうに多分ね思ったと思うんですよね皆さんね。それでねパーク行こうっていう動機になってるしあとね僕のツイッターとかもねなんかコスプレ好きの人とかね同人好きな人が多くて。 結構ですね「手下復活」って聞いてううわ行きたいいってて風に結構皆さんん反応してるんですよねなのでそうやってね人を呼べるイベントとか人を呼べる施しだったりそうやっていやー今年見送りかなと思ったけどやっぱ行きたいなっていう風に行きたいっていう風にやっぱりねあのみんなをね思わせてくれてるので。 で僕もですね、ハロウィンはね、まあ仮装だけでいいやと思ったんですけど、手下が本当になんか良くって、あの、なんかいいんですよ。オラオラもっとって感じですごい治ってくるし、で、みんな、周りのみんなもざわついてるしで、ね、すごく雰囲気いいなって僕は思いましたね。なので、手下の登場は僕はウェルカムで大歓迎です。はい、こんな感じかな。以上です。手下どうですかなんか、 なんで受けてんだろうって思ってた方、これ理解できましたかで、4年ぶりの復活で嬉しいんだよ。うんまあ、復活は分かったんだけど、じゃあなんで復活で嬉しいのって、うん、あの、当時受けた理由とかもね、これで分かったかと思います。まあ、あとは追説論関係も分かったと思うし、で、彼らがね、ランドにいるっていうことのどういう意味があるのかとかですね、まあそういうのもいろいろと分かってくれたかと思います。 もやっ,ぱやってくれるよね今回なんかプレゼリリースに一切書,書いてないしホームページに一切書いてなくって本当に当日までこれもうね一部の関係者以外誰一人全く理解してない全く分からなかったと思うので久々にねこれスーパーサプライズでどうにも抜かれましたね。C とかだとねミナコスタのお客さんがリハーサル見えちゃうので。 どうやら手下が復活するらしいぞ。えざわざわっていうふうになるんですけど、ランドのショーだから、そういうリハーサルがね、すっぱ抜かれることもなくって、完全スーパーサプライズでこれ大成功でしたね。いやーもう運営が憎い。くっそ、憎らしいですね、運営が。してやったりですよ、今回のこの企画の人は絶対勝ち誇って、あの、北線でると思いますよ。くっそー <laughs> まあいい意味で、ちょっとなんか、ちょっとね、悔しいんですけどもね。 はい。なのでね。まあ、あとはやっぱ、オタクに向けてね、やっぱり、あの、やるのが、正しい企業の姿だなと思いましたね。やっぱり、OLC はね、コロナで休んでる分ですね、やっぱ少しでもやっぱり稼がないといけないので、やっぱりね、どんな業界、どんなジャンルも、やっぱりね、オタクに向けるってやっぱ強いんですよね。やっぱ、推し活なんて言ってね、よくやっぱ、推しに金払うってあるじゃないですか。だから、やっぱり、 オタクコンテンツ、オタクを呼べるやっぱり施策や施しってやっぱり強いので、商売の鉄則とも言えますよね。なので、今回ね、C であんだけ熱狂的なファンをね、うのを呼んだ、生んだね、手下をランドでもやろうっていうふうにやっぱ判断したんでしょうね。あとまあディズニー本社も当然それを承認したわけだから、本社側もよくこれまあ認めてくれましたよね。そのディズニーが作ったマスターっていうキャラに対して、 パークがこしらえたオリジナルの創作キャラクターをセットにしてパレードに出すっていうのがですねまあよくぞこれディスニー本社側も OK ね出ましたよねはいなのでね僕はやっぱ自分がオタクなのでオタク向けコンテンツはやってほしいんで僕は大歓迎ですね仮装もそうですよねやっぱり普段パークに来ないようなねこのコスプレ好きとか仮装好きな人がじゃあ行くかって言って今までなんか ねえランドアシーンにね行かなかった人も来てますからね。ツイステの仮装ができるんだったら行くわって言って僕のコスプレ、ね、僕がコスプレイベントで、ね、写真撮ってた時によくいた常連なんかもですねこれディズニーハロウィンでツイステの仮装して行ってますからね。だからあ人呼べてるわと思ってやっぱ普段パークに来ないような新しい客層をやっぱ呼ばないといけないのでそれやっぱ勝負は鉄則ですからね。なので。 今回、仮装をね、手厚く今年もやったり、で手下をね、ランドン呼んだりとか、はい、あのー、そうやってね、オタク向けにどんどんやるのは僕はいいことだな、っていうふうに思ってます。はい、以上です。手下参考になりましたでしょうか。なんかもし間違いとかあったらコメントで教えてください。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。